ハーレームシェイクとは2013年に発生したインターネット現象及びインターネットミームの一種である。またはアメリカの DJ バウアーが2012年に発表した曲。iTunes 及び Amazon 内の MP3 ダウンロードストアで購入できる。トラックには UO である。イングランドのケンブリッジで行われたハーレムシェイクの模様。 オーストラリアクイーンズランド州在住のザサニーコースとスケートという名の若者5人組が YouTube に動画を投稿したことがきっかけで芝叩く間に世界中で同様の動画が撮影されるようになった。ただしこの動画は日本人とオーストラリア人のハーフであり元 YouTuber でシンガーソングライターのジョージの動画を真似たものである。ここでは アメリカのバウアーが2012年に発表した楽曲、ハーレムシェイクを流しながら、数人が仮装して踊りを踊っている。ハーレムシェイクの動画には決まったパターンがある。序盤の15秒ほどは、ヘルメットをかぶるなど、奇抜な変装をした一人が、ゆっくりと踊り、一見穏やかな日常や風景が映し出される。アンドドゥザ・ハーレムシェイクのフレーズを境に、その後の15秒ほどは、 同じように変装した周辺の全員が激しく踊り狂う。最初のハーレームシェイクが投稿されてから約2週間後の2月15日の時点で全世界で4枚個以上ものハーレムシェイク動画が投稿されている。また、1億7000万人以上が視聴しており、爆発的な大流行となっている。オリジナル楽曲であるバウアーのハーレームシェイクも2月15日付の米 iTunes。 シングルチャートで1位に上り詰めた。この現象は、素人の動画にとどまらず、アメリカの有名な番組や、スポーツチーム、兵隊、大企業までもが動画を制作、公開している。2013年3月1日には、FOX がザ・シンプソンズの、ハーレム・シェイクの動画を公開した。これは、ザ・シンプソンズのエピソードの一つ、ゴージャス・グランパのオープニング構成が元になっており、 ボーカルはオリジナルとは異なる。ありがとうございます。